うん、政治家っていうものの意味が何なのか,、はい、なのかっていうことをね、はい、改めて問い直すっていうことを考えてもらいたいなるほどなるほど作家が政治をやるとひまれたみたいな評価になるんでそれおかしいんでただね俺言われたのお前権力欲が強い」って言われたけどう違うだろうと政治家っていう職業そのものが僕はめちゃくちゃクリエイターだと思うんですよ だね、政治家がかっこいい職業だと思われない限りいい人が政治家にならないのでほとんどの問題に割と僕は年功序列の問題ああの、ね、に関る一人だとこ,この人は石原慎太郎勝ちビだって言う

昭和・平成を生き抜いた巨大なクリエイターとしての石原さん作家同士の話だけどね,そうですよねと、うん、そのまあいやそれでね作家がね、はい、政治家になったら、はい、なんかね石原さんもね芥川賞もらってるんだけど。 その後ほとんど賞もらえないんだよ。で作家が政治をやると毛ガラ毛ガれたみたいな評価になるわけよ。で、それおかしいんで、うん、だから今日のブランディングは政治家っていうものの意,、うん、意味が何なのかということをね、改めて問い直すっていうことを考えてもらいたい。なるほど。<music> <music> 自民党の政治家って、まあ六十パーセントは世襲ですよ。はい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 。そうですね。それからあと残り官僚。地主みたいなもんですからね。官僚出身。はいはいはい。あれも一種のその世襲みたいなもので、官僚という組織を引き継いでるわけよね。政治家っていうのは結局世襲と官僚だと。それとあと市会議員、県会議員から上がってくる。そういうのでもう自民党いっぱいですよ。結局日本の方針を決めているのは政治家なわけ。そうですね。そうすると、じゃあなんで政治家 政治家っていうのは汚らわしくてなんか作家が政治やるとダメなんだみたいな評価落ちるわけ石原さんはそれと戦ったわけね。石原さんが政治をやり始めたら一切彼の作品量は出なくなったところが読み直してみるとずっといい作品書いてるそこなんだよねそれだけでも評価下がっちゃうわけ。そうするとタコツ文化みたいな文学とか ジャーナリズムってあるわけよいろんなたこつぼがあってそのたこつぼの中での要するに評価だけしかないわけよ。マルチでやっちゃいけないっていうことは日本はそれがまず問題点ですね。だから政治のブランディングとは何ぞやと。で僕今回ちょっともともと泥棒ダ民営化で小泉さんの手伝ったんだけど小泉は変人だったから石原さんは僕は偉人だった偉人っていったら異常の異ですよね。 変人とか異人っていうのは、で、僕もそれ、それだったらやろうっていうことになったんだけど。うん、そういうところでやったから、面白かったんだよね。その、僕もこれ読んでて。うん、これ、変人と異人の定義ってどう違ったんですか。これは、だから、変、変人っていうのは。はい、あの人と違ったことをやるってことだよね。はい、それで、あの、動じないと。ああ、はい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 。だから、変なやつだと思われて。 変なやつは浮いちゃうわけ組織から。それを貫き通したっていうことだよねだから抵抗勢力といって自民党のその他に対して抵抗勢力って言うわけでしょ自民党をぶっ壊すって言ったんだから自民党に行って石原さんは偉人だから偉人っていうのはだから「君がよ」って歌わないで我が日のっっって歌ちゃたりするけよね別の価値観を持ってるもう一人だけ他の国ほかの国にいる人室でさ 人でテニスやった話ね面白かったですね面白いはいはい無駄な部屋いっぱいあるんだよ都庁でテニスしてるんですよこの人石原慎太郎ととんでもない遊びですだからそれ誤解されるけどそれはそれだけ無駄な部屋がいっぱいあるっていうことを2人で体感したってそういう映像にしたいくらいですよね YouTuber みたいじゃないですかそのもうめちゃめちゃ広い部屋があって俺らおじいちゃん2人でテニスできるくらいの空間だぞっていうどっちがかったんですか気持ちがね石原さんはフォームは綺麗だね。はいとね コーーナにやるるととちょっ遅れね僕は割と強く打つけど格好はあんまくなないそ感じやっぱり今の話めちゃくちゃ面白くてクリエイターが政治家になった瞬間全く評価されなくなるそうなんだよだからこれ日本でそれでね自民党は結局年功序列終身雇用の世界だから大企業ですよね今の典型的な大企業でそうすると僕が例えば自民党に行ったとしたら。 当選回数一回だから、さいまったんになっちゃうんだよ。はいはいはい。と定職したらキャリアアップしなきゃいけないわけでしょう。で僕はだから、道路交通民営化やったり、副知事都知事やったりしたから、キャリアがあるわけ。だあのね、ホームレス。あの、自民党に行ったら、ある一定のところに入るわけで、本来だったら、それはらいまったになる。で、日本維新の会はベンチャーだから。ベンチャー上も下もないんだよ。ベンチャーだと、僕は今。 あの、日本維新の会の参議院の幹事長になってるわけ。一回当選でね。維新の会今いらっしゃるんですね。だから維新の会はベンチャーだから、そういうのないから。ベンチャーは面白いだろうと、だからつまり。年功序列出身講座の企業に対して、ベンチャーがスタートアップだよね。そういうところで何か。いか作用をもたらすかどうかっていうことでね、今の政治状況にね。だから、まずはだけど、作家なんです。あの、二つあって、まず一個は。 政治家っていう職業そのものが僕はめちゃくちゃクリエイターだと思うんですよそその何かっていうとまだなないいものを考える仕事じゃないですか要は日本の社会って10年後20年後どうなったらいいのとか例えば僕だったら今クライアントさんの、まあえー、例えばタカラトミーさんだったりとか、うん、ファミリーマートさんだったりとか、うん、クライアントさんが10年後20年後どうなってるかっていうことをその誰も考えられてないものを考える仕事なわけですよね。 で政治家っていうのも10年後20年後日本の社会なり国際社会なりがどうあるべきかを考える仕事で、うん、ほぼほぼイコールだと思うんですよ、うん、で実際実務をやるのは意外にクリエイターも政治家も別の人がやるみたいな、うん、<laughs> ところもちょっとあったりしてそのまず考えることが先だからおっしゃる通りで,すで,でビジョンがなければ外国ではて、うん、いうか外国がいいっていわけじゃないけど、うんはい、ヨーロッパ近代では作家っていうのはメジャーなんですよ。作家はビジョンを考えて、うん 政治や官僚機関動いてわけよだから作家は背広期待たりしてるわけよきちんと。日本はダザーをさみたいでこんな感じで酒飲んでると作家だってなるわけよ。でねそれで自殺未遂とかやったりしてる作家それはアウトローなんだよね。でアウトローの要素を持ちながらだけどやっぱりビジョンを考えるのは国家のど真ん中ですからそれをやるのが本来作家でありでやっぱりそのいろんなね 外国の作家で政治家もやってる人多いんですよかつてもね日本は政治をやるとあの人は堕落したとかこうなるわけよそこでだからあなたに言いたいのは政治家のブランディングっていうのは何なのかということを考えてもらいたいね。そうですねでそれがなぜ今ねそういうふうに否定的な目で見られるのかというところをどうするかということねそこなんだよねどうですか皆さん サッカーやってて、うん、で政治家になったじゃないですか。そしたらね、俺岩田のね、お前権力欲が強いとこやったけど、う違うだろうと。うん 権力欲ないよそうじゃなくて自分の考えたことをどうやって実現するかということを考えてどれこだ見えかやったわけそしたらサービスエリアパーキングエリアもすごい綺麗になったでしょ競争参入が入ったからスタバンもあればコンビニも入るようになってあれはファミリー企業だったからダメだったわけね。北朝鮮の風景みたいになってたわけでそれう変わったわけよねそれはだからが思いいつたからやるわけよねそれを否定的に見るわけですよ。 それ権力だいうわけでじゃあさ会社でさ何にも言わないで隅の方で文句ばっか言ってる人はじゃあ反権力かとそうじゃなくて企画を出してビジョンを作って会社を引っ張っていくわけでしょそれ権力じゃないじゃないそれをすごくステレオタイプな権力反権力っていう言い方をしてもっと言い方すると作家じゃなくてジャーナリストって言い方してジャーナリストは反権力だろうとなんであいつはやってるんだっていうふうになるわけよ。 今、ね、アメリカではソリューションジャーナリズムっていうのができてるわけよ。提案型でどうやって解決するかっていうことをジャーナリズムで批判してればジャーナリズムだと思ってるわけそれは日本型なんだ全部うんうん、うん、なんかものすごいシンプルに2つあってクリエイティブであるっていうこととうん、うん、まあ そのお金を得るっていうことがイコールになってないっていうことがそもそもこれ日本のすごい問題だと思ってし、例えばそのまあ千利休って僕よく日本最初のクリエイティブディレクター千の利休だって言ってるんですけど彼は何かっていうとまあ時の権力者ある豊臣秀吉に新しい価値だったりとか何が「 良いものかとというここを教えることによってその先ののの先日日本本未来とか日本の価値基準を一緒に作ることがでひる、うんうん、がえって今の時代になって今のその、まあ、特に昭和とか,から平成中期くらいまではなんか金儲けがダサいみたいな、うん、こうみんな一億総中流主義みたいなものがあって作家とかジャーナリストとかクリエイターみたいな人はたとえ貧しかったとしてもその中で変な人生の中で こうもを作るのがいいとされていたみたいな。そういうちょっとこう古い価値観がありますよね。なんかね、よくね、反骨とか言い方するでしょう。あれはさはっきり言って、あのそれが正しいみたいなね。ジャーナリストは反骨精神だとか。そんなの勝手にやってろっていうのね。そうじゃなくて、お前提案しろよっていうことだよね。会社の中で反骨とか言ってて。隅っこの方で文句言ってて、何になるのと。まあ、そうするとね。日本の政治っていうのは。みんな参加してないんだよ。参加してないで。 批判してる、批判っていうのも、文句言ってるだけだね。はい、具体案出せよって、こういうことでしょうん、うん。具体案出せるやつは、ダメなんだよって、うん。そういうことが。今ね、だから、まだ、いまだに朝日新聞を含めて。うん、僕なんか、朝日新聞にさんざん狙われて、批判されたりするのは。はい、結局、あの、目立つやつを潰そうとするっていうことでしょうん、うん、だからね。あのー、今、まさに、その、今回の大きいテーマで。政治家のブランディングって、僕、めちゃくちゃ重要だと思ってて。うん、その。 政治家がかっこいい職業だと思われない限りいい人が政治家にならないんでそう,だ、ね、そうすると延々といい政治家が生まれなくて、うん、日本がどんどん先細りしていくというのね岸田さん、調整、調整検討、検討でしょはい、はい、検討加速することでの結局、ね、あの人もしゃべっていることって、はいはい、全部中身ないんだよね。 もうちょっとでもこう決断するようなな言い方はさえしない方ししうう、うん、でょそれが政治家だってことになっちゃってるわけだよね。なんかただ僕すごい希望があると思ってて、うん、最近あのなんか若い政治家の方、うん、いろいろ話す機会もあって、うん、例えば最近だと自民党の鈴木紀一さん、うん、元農水省出身の方なんですけど彼とかはやっぱめちゃくちゃ今の日本をどうするかっていうことをもともと農水省の官僚出身の方なんですけどめちゃめちゃ考えてて。うん あんなにこう頭のいい人が本当にこんなに日本にたくさんいるんだったらまあ大丈夫かなと思う時もあるんですよ。いやだからその話よだからね、うん、その人はいいと思うよ。うん、だけど会社でも三十代でね、うん、いいのはいっぱいいるじゃん。うん、だからそれ順番待ちなわけよ権限持つまで。ね、自民党は当選回数主義だから五回ぐらい最低当選しないと大臣にはなれないんで五、うん、回六回、ね。はい、でその人は今三十代で か、なんかわかんないけど。四十、ねまあ、ぐらいでフレッシュでしょ。うんはい、それが結局回ってくるのには。五十五とか六十ならないと回ってこないわけよ、権限が。だから、それやってると日本の企業と同じで。超年功序列の仕組みっていうのは、自民党の独自のものなんですか。 それはあの言ってた維新とかはまあスタートアップなんでそういうのがないトアップだからもう順番なんないよね実力主義だから。なんか日本のまあ大企業にしても大政党にしてもほとんどの問題に割と僕は年功序列の問題になってっあるから、ね、な,な,なんで年功序列になるかっていうと、はい、価値を判断しないから、うんね、経験で判断されるってことですよね。だか,らだから要するにさ、うん 何年経って何回やったかっていうことは算定されるから、数字で見えるから分かりやすいわけよ。だから価値の判断じゃないうんうんうんでこれはね、歴史的に言うとね、明治維新って若い人たちやったでしょ。明治維新わーってやってそれでだんだん官僚機を作ってだんだん出来上がっていって大正時代ぐらいになってくるとあの抜擢人事がだんだん減ってくるわけ。それまでコネもあったわけ。コネとこ抜擢あったて。でだんだん揃ってきちゃったらどこで 区別してていいくかとう学校の成績になっ海軍大学校何番だったとかねそういうふうになっていくんでその辺がね日本固まって安定したのは大正期でその辺から年功序列が出身雇用が始まってって年功序列の歴史ってめちゃくちゃ面白いですねそれで偏差値が始まるそこからだから一点多いかないかっていうだからその前は動乱の時代は抜擢とこれだったね。 でその抜擢とコネは本当は価値の世界だったけコネは問題だけどねだから秩序が出来上がってくると固まっていくわけうん、うん、で日本もね戦後ねやっぱりソニーとかホンダが出てきた時は、うん、やっぱり混乱期だからあのやっぱりコネと抜擢みたいな世界が横行してたね。うんうん、それがだん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 高度成長になってきて70年代ぐらい80年代ぐらいから固まってきちゃってうん、うん、で平成になった時完全に固まってそれであの 要するに1点多いかどういか何年いたかどうかっていうものが価値の代わりになっていって,指標になっていたんだその乱世であれば抜擢人事があったけど、まあ、社会が停滞して平和になってくると思考停止して数字で選ぶようになるっていうことですね。でも今、乱世じゃないですか。今崩れ切ってないけどねだけど今ここで突破しなきゃもうだめな今,今このタイミングで抜擢する人事だったりとかその年功序列をぶっ壊すような動きが起きないとめちゃくちゃゃくくなりますよ、ね、そ自民党そのものは多分ね、うん、壊れないと思う。 壊れないですかだからベンチャーみたいな、うん、維新みたいなベンチャーみたいなのと立ち上がってうん、うん、日本の経済状況と一緒よ、ビジネス状況と。猪瀬さん的にはその年功序列で支配されていく知性だったり経験だったりビジョンではなくてもう単純な当選回数っていうルールで支配されてる自民党が変わらないと思ったんで今、スタートアップのの維新の会にいるってことですか,だから僕,はあの僕はね、うんあの、ある程度いろいろ経験積んできたので、うん、その経験値を維新の若い人たちに。 とりあええず伝えようといういのが僕の僕役割だからいろんなことやってきたんでだから音喜多くんたちねはい、はい、若い世代を育てるという役割をしようと。思だか一個面白いのが、あのー、年功序列みたいなものを全部まとめてぶっ壊すっていう運動を。

で石原さんはそれをいやそうじゃないんだなって考えてだから「価値敏乱」っていう言葉をちょっとねこれはね偉人変人含めてあなたも含めていろんな人が勝手に価値敏乱をやっていって沈殿しているねその気配をかくするわけ。ししててそ いいいいろろね空気を乱してく意味でら価値が固定化してなんで一人で自転車に乗っててマスクしてるのはおかしいわけよ。ねこういうところでマスクするのはありえるけどね自転車に乗っててさ車一人で運転してマスクしてるわけ。それはね要するに要するに高校の校則みたいな世界は社会に蔓延してるわけでしょそういうものを貧乏する必要があるんでそれをかき回さないと同調圧力とか。 その新しいものを生むその土壌をあの潰していくことになるので勝ち貧乏者があちこちでおのおの現れて石原慎太郎みたいな変な異人小泉純一のそういう変人偉人がいっぱい湧き出てこないと世の中は変わっていかなないんでなんでかかそのまあかつての中国の百家聡明みたいな時代がありましたけどそのまあ,あらゆる人々が今どういう社会が必要なんだっけっていうのをこう仮説を提供しまくるような社会にしないといけないということですね。 とにかくね個性の強いやつがたくさん出てこないと潰されていくから、うんうん、でも個性の強い奴が出てっては潰されていくのが今の政治なわけですよねそれだ,だけじゃなくて,て今のビジネスもそうなんだけど、ね、くじけないっていうねビジネスの世界では多少まあ僕なんかもこう白報道って大手のまあ。うん 僕も素晴らしい会社だと思いますけど、うん、そこを独立してこうやってまあ楽しくやらせていただいていて悪口言われたりしょうもないヘイトスピーチはありますけど、うん、本当に嫌がらせなんてされてこないですよ、うん、多分電通も博報堂も上層部はみんなうちのことを応援してくれてると思っていて今世の中のビジネスの世界においては結構もう価値観が行き詰まっていてオルタナティブな新しいチャレンジをしてほしいっていう人はみんな結構いると思うんですよ。政治の世界では猪瀬さん以外にそういうこと思ってる重鎮はいないんですか あんっていうかみんな正しい経歴の人ばっかだからねだから今ただね維新でもいや自民党でもそうです立憲でも若手でなかなかちゃんとした人は出てきてるのよただその出てきてる目を潰さないようにしないといけないんで30代40代いい人たちいっぱい出てます確かに。僕はだから この間もある立憲の若い人この間いいこと言ってたんでちょっとおいでよって僕と話したりしたんだけどだから超党派で僕は若い人いたらいいと言ったら応援しますそれはねただ片前としてはベンチャーとしては維新が要するにしがらみがないのでこれは一番わかりやすいですね。なんか猪瀬さんが維新という一個の政党にいる必要ってあるんですか僕今思っったのは瀬さんがスピーーカになて 若くていけてる議員をどんどん日本中世界中に示していくような会社というかメディアを作ったら僕逆にそれ超応援したいですけど、ね、いやだからそれはさ、はい、まず僕は自分でいろんなことをやって体現してきたので、うん、それをだからノウハウを含めてどう伝えていくかとか。うんうん、やっぱりねその日本の 国家を動かしている基本的な部分は官僚機構なんで、その官僚機構がどういうものなのかということも理解できないとダメだし、あの結局岸田さんが喋ってることを書いてるのは官僚なんですからね。うん、で、ただその官僚が本当に検討を加速してるって書いてるんですか。そうそうそう。あれは岸田さんの心から出てる魂の言葉じゃないですか。か岸田さんは何にもないから、そういう何にもないところに埋め 空白埋めるとしたら官僚が作文を書くしかないからそうなっちゃってるから。それはだから岸田さんがすごい発見ですよね。俺はこうやりたいんだって言えば官僚をそれに即して書くわけだよね。だからそこなんだよね。だからそれで官僚だけどあくまでもあの下僕ですからね。要するにあくまでもプレイヤーは政治家なんでね。その政治若い政治家を育てるのには維新みたいなベンチャーじゃないと。 あのしがらみがないとダメですね。あの自民党ってどうしても業界団体に支持されている。ですね、いろんな業界団体が参議院なんか見れば、各業界団体の票をどれだけまとめるかで。決まってくるわけですよね。まあ、うん、そういうものから自由である。だからあ、あく、までもね、その維新っていうのは途中経過だとは思うんですよ。うんうん、この存在がね。うんうん、で。自民党にたくさんの派閥がありますけれども。はい 維新だけで62人の議員がいるので、はい、自民党に第二派閥になるんですよ。はい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 。そのくらいの塊に一個必要なんで。だから日本の政治って結局右も左も全部自民党の中にありますもんね。今この瞬間。自民党はね、右も左も広げちゃったので。はい。はい 結局何でも政党になっててだから立憲みたいなのが一生懸命リベラルで左から攻めても、うん、でも一番左は自民党の中にいるってい局、そうっすよね。でからで一番スタートアップ的な人たちも自民の中にいるから、うん、維新・立憲はめちゃくちゃ戦いにくい戦いだなと思いますよ。ただ維新は立憲と違うのはアップデートするということの考え方ですからそういうものをアップデートするっていうことだから。立憲は まあ、リベル左側から改革していくっていう発想ですから、うん、そうすると自民党にす包まれちゃうわけですね。うん、自民党の組織的な問題をアップデートするというのが維新だから、うんうん、つまり年功序列に対してベンチャーーととしてアップデートするこだから政治家というものをどうブランディングすれば世の中が良くなるのかっていうことがこの議論の本筋だと思うんですけど、うん、そう思った時にやっぱり猪瀬さんがこう今,こう今70超えて現役でやってらっしゃる中で。うんうんうん こう今までのキャリアの中で若くていけてる議員は今増えてきてるって感じなんですかいや増えてきてるああ、それめちゃくちゃいい話じゃないですかだから増えてきてるけれどもなんで増えてきてるんですかねだから天井が突っかえてるから<ー>結局それ以上増えてるけどこう止まってるみたいなそうそうそう。だから今あたりは三十代のいい奴がいたじゃない四十、はい、ぐらい、はい、って言ってもそれは天井突っかえてるからだから維新みたいな外側で何か違うベンチャーを立ち上げるしかないんだと思うんだよねなんか今の話で言うと こう、これからまあ、若いイケてる政治家がどんどん増えてきていて、うん、でも彼らがこう活躍する舞台がない。うん、で、今猪瀬さんって作家やりながら、政治家もやれてるじゃないですか。うんうん、なんかその議員の方々の力を別のところに生かすような。例えば日本って今副業って民間企業で,もるですあ。それは,それそれはすごい,いい視点で。はい、それは大事なん。つまりさ。うん、作家なんだよ、僕は。うん、で、副業が政治家なんだよ。そうですね。石原慎太郎も実は作家で、副業が政治家なんだ。はいはい、それって大事なことで。はいはいはい 政治専になっちゃうとそれ超ありますよねうするとその政治で作った財産をつまり財産っていうのはお金の問題じゃなくて要するに選挙基盤ね地盤看板みたいなものを引き継ごうとするようになってくのでダメになってくるのでだから政治を例えば3年やった6年やったってって次の人に変わったっていいわけでその人はまた副業が本業なんだけど本業をやってればいいわけ。 <で>そういうそういういね,うね入れ替わっていくような形を作らないとだから今もだからあのしきりに今副業大企業でも副業やりなさいみたいな言い方もある出てくるのは同じ構造ですようん、うん、だからそういうものを持ってないと選択肢なくなってくると政治に今度はその逃れるみたいになっちゃうからね。うん、なんか プロジェクト型の政治家みたいなのがいてもいいですよね。うん、ある意味そのワンイシューで普段はその三菱商事で中国との物流をやってるんだけれども、うん、その過程で一個気づいてそうそうここの関税を緩和したら世の中めちゃくちゃ良くなるから、俺もここだけ五年間めっちゃ頑張るよみたいなそういうプロジェクト型の政治家みたいなのが起業家とかそ,それがさ、僕はドローコーダミエケやったわけよ。そうだよね。僕はだからこれでこうやったら、はい、ドローコーダミエケできますよって小泉さんに説明したら。 本当にできるかって言うから理論的に簡単ですよって言ったらじゃあやってくれってなったわけだからそれプロジェクトを僕は提供してプ、うん、ランだけ提供するつもりだったら誰もやんないから自分がやったっていうことなんだよねそれでいいわけだから。なんかそそこめちゃくちゃゃく面白いですよね、うん、その 政治家っていうものがある種すごくダサい生き方の象徴みたいになってるんだけれども普段自分の価値,価値観だったり自分のビジネスモデルをちゃんと持ってる方がやっていく中でたど、うん、り着いた壁を壊すために一時的に政治家になっていくっていう、うん、そういうスタイルが普及していくとまた変わるんでしょうね。 あなたがさそういうブランディングっていう仕事の中で、はいうん、それを普及していってほしいんだよねそうやればできるよっていうねあと僕はやっぱりその場合には小泉さんって変人とか石原さんっていう偉人がいないとその対話はできないんでやっぱりその場合に個性がないとダメなんで。 周りを気にしないなんかこう力みたいな持ってないとダメなんだよね。うんうんうん、ある種の狂気が必要ですよね、うん。そういうのがいだからそれで小泉さんのところで僕がドルコダミエができたんで、うん、石原さんが僕をスカウトしてきたわけね。でうちでちょっとやってくんないかみたいな、うん、そういう感じだよね。だからそういうのを。うんうん 使うとしてくれる人もいなければ提案もできないっていうことになるからそういう意味では今日本にそういう政治家いるかどうかっていうことだけどまあ僕はが維新では若い人にできるだけ何かを理解してあげて何かできるお手伝いしてあげるっていうことはやろうと思ってるんだけどね。 メタファーがあると思うんですけど、うん、僕やっぱり政治家ってクリエイターだなと思ってて、うん、その社会変えるときにまず構想する人間がいますよね。うんうん、こういう風になったら世の中素敵だ。実はこれが政治家の仕事であり、同時に最もクリエイティブなところであって、で一方で実装するのが官僚の仕事じゃないですか。うんうん、そうそう。 それをどういういシステムにするのか、うん、でそれを運用していくのが民間企業がやればいいっていう、うんうん、この仕組みになった時に、うん、実は一番クリエイティブで一番やんちゃで、うん、一番夢を見る人間が政治家じゃなきゃいけないっていう、うん、そこの,この構想こそが政治家の仕事だっていうことを、まあ、僕も含めて猪瀬さんも含めて伝えていいいいかないといけなとけですよね、うん、じゃあ構想をどうやって作るか、はい、という時に、うん、その人がクリエイターであるかどうかってことになるわけよね。うんうんうん、いや本当にそうで結局 まだない社会のあり方を考える、うんうん、こうめちゃめちゃ無理だとか無茶だとか難しいって言われながらも、うん、ものすごいある種の狂気を持って夢を見る力が必要なわけじゃないですか。いやっどっから変人だけどダメだよね。変人狂人,人異人,異人はい伊野さん何人なんですか。僕も変人異人の、はい、まあ類にはあるよね。そうっすよね。うん、やっぱりあのー。 発想ととかか仮説を考える力だと思ううですそね。で僕は本書いてきてて例えば「太宰を探ってどういう人間かな」っていう時にあるいは「三島由紀夫はどういう人間かなと思って書くわけよねその時に今までない切り口でつまりじゃあ実は何でそう書いたかというと僕はなんで作家なんだろうと思ったからなんだろう先輩はどういうこと考えてなったんだろうって作家表で書いて石原さんのこれもそうなんだけどねこの本も。 仮説とかやっぱりそうだなそういうなぜだろうとかう、ね、な,なんでだろうとかっていう問いかけをやっぱり常にしてる、うんうん、ということだろうねだから今の社会に例えば満員電車ってみんな乗るわけじゃないですか、うん、ほとんどの多くの方が。満員電車が満員電車として社会に許されてることがありえないと思う人間が政治家になった方がいいっていうかそういうその。 今あるものに対して許せないと思いながら別の価値観を持って仮説を立てられる人間こそ政治家になるべきだしそれがクリエイターでありそれがプロジェクト型の政治家っていうスタイルがあるのかもしれないと思う僕道路交代の民営化やった時もなんで渋滞発生するかと夜間の料金安くすればその分減るじゃないかとかねだからそういうことだよね解決策を仮説を考えながら考えてそれを自分でやっちゃうっていうことだよね。 そうういクリエイターあるいはビジネスプロデューサーみたいな政治家を作っていくそれを政治家とはクリエイターであり政治家とはビジネスプロデューサーであるっていう思考を僕もこの後広げていくし猪瀬さんもそういうのをやっていって何なら一緒に学校とか授業とかやったほうがいいかもしれないですよね。批判ばっかしたらしょうがないんですそのとにかくね反権力っていう言葉やめてもらいたいんだけどそれはお前ら逃げてるだけじゃないのっていうことなんだね。 権力っていうのはそんなどっかにあるわけじゃないんで提案していったらそれは権力だって言われたら提案しなくなくっちゃうよね自分がど真ん中に行けっていう与党精神みたいなものはたとえ野党にいようがクリエイターだろうが極端な話ある種のアーティストであったとしても何かを与える側何かを背負う側にいないといけないっていうことが必要ですよね。じゃなくて勝ちだということだ、ねはい、いや面白かったですね猪木さん。 何書きましょうかねまあ勝ちびなんで言葉はちょっとねこれ字難しいんでね、うん、ちょっと覚えてほしいんだよあのね「分、うん」ムーンっていう字に1本使うだけん、はい、あん言われると覚えやすいですよね、うん、割,と割とシンプルな字なんでふ、うん、普段使ってない言葉なんで、うん、まあ政治家ってすごいこうダサいしこう世襲であるいは官僚出身でまあエリートか。 地主の息子かしかいないと思うんですけども、も実は政治家っていうのは次の社会まだない。理想の世界、新しい価値を考える人間なんで、実は政治家こそ。最もクリエイターというよ職業だと思ってるし、うん、それはどういうことかっていうと、今ある価値をひっかきます。価値、ビンランを作り出す人間であるっていうことが証明です、ね、引っき回してクリエ。そこからクリエイティブなものを生み出していくというね。クリエイターになりたいやつは？ 絵を描くデザインを作る、コピーを描く、映画を作るよりも先に、社会を作るクリエイターとしての政治家を目指すっていうのは、個いいいんじゃななかっ僕が立候補すると、ちょっと誇りが立ちすぎるんで、だめだとね、それはだけど、副業としてやればいいんで、プロジェクト型の政治家三3年やったり6年やってやめればいいんで、それはそれでいいんだよ。自民党にいたらバン回ってこないから、維新とかね、新しいところに入ればバン回ってくるから、いろいろやること。以上でごござざいいまますありがとうした